さあ彼のね、もちゃちゃ、ほんとこのスピードですね、非常にこの作でヨーヨーを操っていきます。さあ何やってるかね、もうほんと分かんないと思うんですけど、この動きを今ね楽しんでいただければと思います。さあこういった音楽に合わせながら行う、演技をフリースタイル演技というんですけども、フィギュアステップとかとね一緒で、自分で好きな音楽に合わせてヨーヨーを演技していく、これが今のヨーヨーシリーズの見せ方です。シーヤ君の場合はね、パフォーマンス慣れもしてますからね。そうですね、はい、これいろいろ見てないシーンがあるんでね、はい、目があったらゆっくり微笑んでほしいと思います。結構ね、各地で動物のパフォーマンスなんかも行ってますんで、ですね、はい、一瞬で合わせてその中に入れてます。非常にスピードも速いですけども、体を張らずにしっかり最後はね、戻せて一本の紐に戻ってきますね。さあ、見せます。さあ、雨降りな、大丈夫ですか。はい、ここまで決まりました。おお。さあ、空中でね、井戸の上にヨーヨーを乗っけていきます。今度は腕の上を回るのは、さあ、腕をぐるっと回って、やっていきます。さあ、ヨーヨーの感じで、ね、自分でオリジナル技を作って遊ぶのめっちゃと楽しみの、ね、方法なんで、おー、水平方向で回します。はい、寝てくれるでしょうか。さあ、ヨーヨーに注目、ゆっくりとヨーヨーが回っていきます。わかりますか、真横立ってますね。これでも止まりません。まだまだ回っています。止まってませんからね。さあ、横でヨーヨーを回転させながら、さらにね、一度もね、操っていくという。はい、手を整えてキャッチ決まりました。さあ、今度は言われました。深夜ムーブ10秒振りにかかったり、ね、大量の高いトリック斜めの動き。さあ、糸になったらね、ヨーヨー閉じ込めて、このようにね、行ったり返させるような、ボヨンボヨンと言います。昔あったアトミックファイアの進化系ですね。さあ、こちらで最後はロケットでキャッチ。ありがとうございます。